ナンパされたいですか？もし外国人にナンパされたらどう思いますか？拒絶に耐えうる力を身につけるには何をすればいいと思いますか？政府が日本人男性全員にナンパの授業を義務教育として学校に導入することに賛成ですか？反対ですか？女性との接し方について授業をしたりとかするのはすごくいいことだと思います。 Don't touch me! ナンパ Known in the West as PUA Cold ApproachOr Riz. Put simply, it refers to the age-old pastime of approaching attractive girls in public places with the aim of establishing some kind of romantic relationship. Or in some cases, simply just getting into their knickers. But what do Japanese people really think about nanpa? And do Japanese girls even want to be approached in the first place? Join me as we hit the streets to find out. Nanpa に対してどう思いますか? よく勇気あるなって思います。迷惑です。こっちは予定があって動いてるのに止められると困るからです。嫌です。友達のと一緒に歩いてる時にのその空間にいきなり男の人が現れて声かけられるのがとても怖いです。俺がさっきやったみたいにすごい、どの目的でナンパしようかなって思います。どういう心理でナンパをしてるんかなって思います。最終的に多分セックスしたいと思います。あ、なるほど。あんまりいい気はしないというか、本気でっていうよりは遊び目的が多い気がするので、個人的にはあんまりなんかいい印象はないです。まあ、やっぱり新しい出会い求めるっていうので、まあ、積極的に声かけるっていうのはいいことだと思います。日本人っていうより外国人がとても多いイメージがあります。ナンパされたいですか？No。 まあ、新しい人と人とのつながりがあるんで全然いいことだと思います。軽そうなイメージあります。ちょっとネガティブな感じですか？まあ、ネガティブそうなイメージの方が大きいです。あんまり声かけられたくないです。何もついていくことはないんで。それは絶対にですか？それとも例外とかイケメンだったり面白かったりしたらそれはまあ OK なときやりますか？いや、ついていかないです。今日ピザトースト食べました。僕はしたことないです。嫌です。それはなぜですか？道行く人に話しかけたら迷惑かなみたいな。迷惑がめちゃくちゃ嫌がられる日本社会ではなんか悪い意味で目立つと思いますか？そうですね。あと道、そのナンパしてる人って結構分かりやすいというか、あの人いつもあの場所にいるなみたいな、この場所にいてこう周りをチラチラ見て誰か探してるなっていうのはあるんで、そういった人になりたくないなと思います。いいことだと思います。ナンパされたことはありますか？若い時は。今はもうそういうことはないですけれども、基本的には変わらないと思いますけど、でも今の人って結構ナンパって軽く考えてると思うので、昔よりもやっぱり今の方が多いとは思いますけど。なんか軽いみたいな、あんまりいいイメージはないですよね。誰にでもしようやろうなみたいな、がむしゃらになんかやつぎばやにみんなにナンパしてるイメージ。みんなにしてるイメージ、やっぱり女性として なんか特別感欲しいですか？恋愛の中でその みんなにやってれば特別感がなくなる感じですか？なくなりますね。じゃあもしナンパするすれば、さっきナンパした子が見れないようにした方がいいと思いますか？見れないように、どういうこと？はい、そのやっぱり連続的にナンパしているんだったら、さっきナンパした子から隠れて他の子に行く方がいいと思いますか？でも他の人にナンパしたっていう事実があるならば嫌やなって思います。出会いの一つとしていいと思います。やっぱり個人的に自然な出会いを求めているので、突然道端で会った女性をと遊びたいとか特に思わないかもしれないです。ナンパされたことありますか？はい、あります。そしてどうだったんですか？その場でお断りしました。そしてナンパされるときはいいナンパの仕方と悪い仕方なんてありますか？結構歩いてる時に道遮ってくるような感じで声かけられることが多くて、なんかそれは基本的になんか好きじゃないんで無視しちゃうことが多いです。ナンパしようとしてる時に道を遮る人にメッセージありますか？もうちょっと声かけるにしても親切な方法があればいいかなって思います。ナンパされたことありますか？あ、まあ、
あります、あります。そしてその経験はどうだったんですか？ああ、ちょっと しんどい、なんか嫌だなっていう感じ。何をされて嫌になったんですか？しつこい話が、もう嫌だって言ってるのに、ずっと5分ぐらいついてきたりするのがしつこいかなって思います。嫌がってるのに諦めない男性にメッセージありますか？もう無理だって諦めてもらった方がいいです、絶対。なんかその方が印象もいいし、なんかしつこく来られれば来られるほど絶対なしになっちゃうから、しつこいのはあんまり良くないです。ナンパ、なんか飲みに行こうとかならあります。路上で知らない人に、あ、ナンパですよね。週とかに1日とかに何回ぐらいナンパされますか？いや、そんな多くはないです。1ヶ月に1回ぐらい。それは悔しいですか？もっとナンパ数を増やしていきたいですか？いや、いらないナンパしたことありますか？ナンパは、はい、あります。何人かは連絡先交換したりとか、そうやってその後一緒にご飯行ったりとか、そういうのは何回かあります。仲いい友達できてハッピーです。ナンパするにあたって NG 行動なんてありますか？やっぱりそのセクハラ行為とか、ちょっとエッチな言葉とか、そういうセクハラに関することは気をつけながら喋ってます。嫌がられたらすぐ引きます。ナンパされて一番やばい経験なんてありますか？腰に手回されて、ホテルの前でできるとこまででいいからって言われたことだけです。逃げましたけどねその人にメッセージありますか？お前はモテないぞ、やめとけ。 LINE とかSNS のアカウント教えてとかはちょっと怖いです。しつこくついてこられたことです。確率的に言ったら何割が、なんて言うんでしょう、優しいナンパ、なんか諦めてくれる、何割がしつこいと思いますか？半分半分くらい、5、5くらい。それぐらいですか？それは結構やばいですねナンパされて一番やばい経験なんてありますか？ないです。あまりされないのでないです残念です。理想のされ方はどういう感じですか？真剣に伝えてくれた方がちょっと聞こうかなって話聞こうかなと思うから、なんかあんまりこう軽い感じじゃなくて、すいませんみたいな感じで、なんかちょっとこう誠実さを出してくれた方がいい。軽い感じで来るともう絶対ないってなりますね。まあ、でもナンパは基本的にないです。なんか向き合おうって気持ちはあんまりないと思います、女の子は。自分のタイプの人だったらちょっといいかなと思います。自分のタイプを3つの言葉で説明してください。3つの言葉、スーツ着てる、仕事してるとか、あと清潔感があるとか、しつこくはない、この3つ。皆さんスーツを着てください。偉そうじゃない人。そう、偉そうじゃない人、オレオレ系じゃない人ですかね。もし外国人にナンパされたらどう思いますか？別に あまり日本人と変わらないというか、そこに関してその意識の差はないです。外国人もアウト。声のかけられ方にもよると思うんですけど、なんか同じ感覚で考えちゃいます。声のかけられ方というと、ナンパされたい時ありますか？正直ないです。外国人にナンパされたら、まあでも私英語が好きなので友達になろうかなっていう気持ちで、別に私は答えます、普通に。でそこから友達になったりとか。確かにさっき話しかけてみたら、ペラペラのアメリカ人っぽい英語で、はい、返しましたんで、はい、アメリカ人かなと思って。全然全然、私全然日本人、まあ、英語の友達作りたいっていう気持ちとかはたまに前はあったので、まあ、今はなんかもう日本にいるのでそんなに思わないですけど、ちょっとびっくりします。びっくりするけど、なんか道尋ねてくる人とかもいるから、一回は振り返って対応すると思います。道を尋ねてるふりをするナンパに対してどう思いますか？それはちょっと怖いので、そう思ったらちょっと逃げたりします。日本は低い出生率に苦労していることがよく知られていて、政府が日本人男性全員にナンパの授業を義務教育として学校に導入することに賛成ですか、反対ですか？反対です。なぜですか？リスクが大きいんじゃないかなって、事件とかあるので、そういう意味では反対かなと思います。
そのちゃんとそのルールにのっとったナンパであれば賛成です。そしたら女性もそれがあるっていうのを知ってるのでイエスかノーかはっきりしやすいと思います。一番従ってもらいたいルールは何ですか？ Don't touch me。 ナンパっていうことにフォーカスして指導というかその教えを入れるっていうのは別にあんまりその賛成でも反対でもないんですけど、女性との向き合い方とか生活の仕方とか女性との接し方について授業したりとかするのはすごくいいことだと思います。やっぱり男性の中で女性の扱い方がわからないっていうのが結局その出生率の低下とかにも少しつながってる気がするから、接し方を、なんか女性っていうどういう生き物なのかっていうのをお互い、それは女性も男性のことを知るのも大事だし、そのナンパとかっていうことに対してフォーカスは別にしなくてもいいと思うけど、知ることは大事。じゃあみんなでコミュ力を向上させましょう。それがいいと思います。一番いいと思います。結構拒絶に弱い男性が多いじゃないですか。結構その拒絶に耐えうる力を身につけるには何をすればいいと思いますか？やっぱりその失敗を恐れないっていうのが大事やし、恐れて何もしなかったら何も進まないし進展しないんで、積極的な行動が大事かなって思います。いろんな人いるんで世界には、だからその一人が無理やっても違う運命の人に出会える確率が少なくなるんでもったいないんで、もう全然ガンガン言っちゃっていいと思います。勇気を出して、どんどん声かけはしてくださいっていうことですよね。ヒズボラにメッセージありますか？誰ですか？レバノンの武装勢力。レバノンの武装勢力、ちょっと怪我に気をつけて頑張ってください。日本でナンパしまくりたい外国人に向けて何かメッセージありますか？メッセージ、個人的にはちょっと見てみたいなと思いますね。海外の人がナンパしてるのもあんま日本人をナンパしてるのを日本では見たことないんで、ちょっと透明に見てみたいなと思います。外国人、まあね、ナンパじゃなくてもっと違う方法で知り合って友達になるような方が、ナンパっていうのはなんとなく心配ですね。おすすめの出会いを果たす方法なんてありますか？日本人、外人が日本の人と。そうですね。要は英語喫茶みたいなところで知り合っていう話を、英語でね、喫茶店で英語で喋る、そういうところでみんなで話し合って言って、で気が合えばそれはお友達になってもいいと思うんですけどね。今日ミートパイを食べたい人にメッセージありますか？ミートパイ食べたい人、そうやったらね、僕と一緒にミートパイ食べた方が何倍も美味しくなるんで、よかったら僕と一緒に行きましょうね。ナンパうまいですね。イスラム世界にメッセージありますか？あ、そうですね、なんか私たちにできることは少ないというかないと思うんですけど、私たちは私たちで、平和な世界にいる人たちは身近なこの当たり前じゃないこととかを毎日かみしめて生きることが私たちにできることだと思うから、そうですね、別になんか大きなことはしなくてもいいけど、私たちが幸せだと思いながらきちんと生きることが大事だなと思うので、そうですね、もうちょっと辛い中だと思うんですけど、まあ、いつか平和になることを祈って毎日過ごしたいです。イスラム世界にメッセージありますか？イスラム世界、あんまり詳しいことは分からんのですけど、頑張ってください。スーパーで他人のカートを自分のだと思い込み勝手に会計してしまった視聴者さんに何かアドバイスありますか？物の内容によりますけど、声かけてきたらあげるかもしれないです。いえ、そうですね、なんか、まあ、そういう時もあるよなって感じです。勝手に会計してしまった視聴者さんに何かアドバイスありますか？太っ腹ですね。ないです。ないです。あなたの生活に必要不可欠な野菜は何ですか？野菜、野菜、私はブロッコリー。ブロッコリーって大事ですよね。大好きです。トマトです。美味しいですね。You can do it. Let's challenge. If you're weird enough to enjoy these videos and you want to support the channel and help me make more, please leave a donation at the link in the description. And as always, thank you for watching.
サブスクライブトゥインタビューインジャパン。サブスクライブトゥインタビュージャパン。サブスクライブトゥインタビュージャパン。